ろそろ一息入れるが賢明ではないか。騎兵は決して侮れぬぞ。浅井氏、終わりへ届け、明智様金星黒のろし。このままじゃ敵に援軍が。早く火元を立たないと。あなたがいくらあがこうと、織田の外来の代わりはない。この陣はもうダメだ。一旦引かねえと総崩れだ。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。先遣隊の到着です。助かった。九死に一生とはこのことよ。よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。せっ止められただと。勝家、早く黄泉の狼煙を出さんか。守備は我らにお任せあれ。これだけ抱けば必ずや。本体も動いてくれよ。先を得たいなら勝て。こんな話とは思うが、あの方々ならこう言うだろう。予測の範疇であると。拙者の手柄も残しておいてくだされ。俺は砂だ。砂をかぶせ。内臓の煙を高らせは命取りよ。信長様の存在こそ今が乱世であることの証明よ。快進撃と、そうあなたは思っているのだろう。正直、北条と一緒本当に滅びといて欲しかったよ。闘技隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。これにて呪しも打ち止めか。なぜもっと多く預かっておかなんだ勝家。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。野心など抱かぬに越したことはない。あなたがそれを抱くのであれば心より蔑む。幾ばくか疲労を与えた拙者はここまで。もうすぐだ。きっともうすぐ本体も。我らの力、思い知ったであろう。我らも続きますゆえ、お進みくだされ。松永様の収集品、その一端でも目にしたいものだ。朝は晴れで、雲もこの場にはいつでも。遅かったか。言い訳はしない。罵ってくれ。
様には見えぬというのか。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶ栄光か、形だけでもしておくべきか。残る一つ、他の人とは一味も二味も違うと心得よ。栄光向こう方としてはたまらない。その門はあなたにとっての極意となるだろう。勝家よ、貴様は一体何を考えている。あの勢い、その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。なぜ私が動かなかったかだと。死にゆく味方を助けろとは命じられていないがゆえに、あなたが虚無。私はそうは思わない。たとえあなたを下せたとしても、私に煽れる杯はない。せめてこの戦にでも溺れられたなら。推し進めるのだ。どうせの魔として失うその辛さ、あなたも直に知るだろう。私、お前たちが欲しかったんだって。見事な